広島カープ誕生物語は中澤刑治による日本の野球漫画。絵描き下ろし単行本として1994年に長文社より発行され、2014年に書き打ち出版より再版された。また、2015年には電子書籍版も各社から発売された。1994年にはカットバセドリーマーズカープ誕生物語のタイトルで、 アニメ映画化された。ストーリーは、カープ創設期のエピソードを中心に、1975年の初優勝まで、概ね史実に沿って進むが、名はホームラン、ポール引っこ抜き、ソンボキンといった逸話が、主人公である進むの主導で引き起こされたことになっている、史実をもとにしたフィクションである。原爆孤児である、第一進むは、親友の広志 順次、守るらと共に、呉の新中軍の野球チームと、食料と、浮世絵をかけて試合をしていた。そんな折、1949年に、プロ野球チーム、広島カープができると知り、進むたちは、歓喜に沸く。ところが、カープはユニフォームを揃える資金もなく、発足式でも、選手二人が、背広姿のまま。設備は愚か。 日々の食事にもことかく貧乏球団であった。進むたちは、そんなカープを愛し、なんとか盛り立てていこうと、募金や応援など、様々な講演活動を行っていく。進むの婚約者、講師は、父や進むが、野球にのめり込むあまり、仕事をないがしろにすることに頭を痛めていたが、次第に態度を和らげていき、カープが優勝したら、 結婚式を挙げようと約束するのだった。広島カープ誕生物語の主要登場人物を、かたどった銅像が2015年3月20日、広島市南区のマズダ・ズーム、ズームスタジアム広島の屋内練習場近くの特設広場に開設された。銅像は、進むとその仲間5人が、土管に、ざわってカープを応援し、進むのいぬがその前にいるという設定で、 ガレキや広島電鉄の路面電車の線路、敷石、レンガ、瓦などは、実際に被爆したものを使用し、終戦直後の広島市街を忠実に再現している。中澤刑事の作品の銅像化は、本作が初。銅像は、中国新聞社と広島東洋カープが戦後70年企画の一環として、共同で建てたもので、除幕式には、中澤の妻、 中澤美沙代、広島東洋カープ副オーナー、中国新聞社社長も出席した。1994年に大幅に客色がなされ、広島東洋カープの結成を描いたアニメ映画化、カットバッセ、ドリーマーズ広島カープ誕生物語の原案となった。カープ関係者からは、絹笠吉尾が審判役を、長谷川良平が石本周一役をそれぞれ務めた。 キャストや制作陣には広島市、広島県出身者が多く起用された。カットバセ、ドリーマーズカープ誕生物語に関するカテゴリー。ありがとうございます。